東京実業高等学校は、東京都大田区西鎌田八丁目にある全日制、普通科、機械科、電気科の私立高等学校。略称は、東ずまみ姉妹校に、東京高等学校がある。アメリカコロラド州、ボルダー市の州立ボルダー高校と1963年に、姉妹校契約を結んでおり、1967年からは、 ボルダー地区教育委員会に所属する6つの州立高校が参加し、交換生が派遣される。交換生はホームステイをし、それぞれの高校で授業に参加をし、約1ヶ月半生活する。転科は1年生が2年次に進む際のみ可能。電気化と機械化、普通化ビジネスコースと分離コースは相互に転科可能であり、電気、機械からの分離への転科も可能だが、 ビジネスコースへの転換は不可能。現在入場できるのは中学生とその保護者、親司会、卒業生、桜美会、地域の人のみ。2015年以前の名称はオープンハイスクール。最近では各クラブにも力を入れ、世界大会にも出場したマーチングバンド部をはじめ、レスリング部や陸上部など全国レベルの実力を持つクラブ活動を要している。 一方、サッカー部と野球部は両部とも、近年、東京都ベスト4まで入り、これらのクラブの全国大会の出場も近いとされる。特に野球部はこれまで甲子園出場経験こそないが、アップセッター、イコール大物区位として、都内でも名高く、全国制覇を達成したことのある、提供高等学校を地区大会で下すことがしばしば、あり、俗に、提供キラーと呼ばれる。 東京都内の名だたる名門校から一目置かれる競合校のうちの一行である。陸上では2014年8月24日、中国、南京で行われた第2回南京、ユースオリンピックにて、男子1万メートル競歩に、日本代表として普通科ビジネスコース2年の小野川、ミノルが出場し、42分3秒64で金メダルを獲得した。ありがとうございます。